夏休みめちゃめちゃ暇や。暇すぎてキノコ生えてまうで、これ。てか、オタクら仕事終わったんやったら遊んでよ。夏休みやからって猫との遊びも休むとかないで。よっしゃ、ほな上行くで、上。そういえば上の部屋でええもん見つけてん。ほら、ここやここ。こん中にええ感じのおもちゃ入ってんの知ってんねんで。ちょっと、はよ出してくれへん？うん。いや、何してんの？はよ出してよ、おもちゃ。てか、そんなダラダラしとったら、キノコ生えんで。ん？あー、それそれ。その気色悪い昆虫のおもちゃな。いや、一回遊んでみたいな思ってて。よいしょ。うん。いや、こらよろしいわ。てか、久しぶりやな、おもちゃで遊んでくれんの。最近夏休みやからって全然相手してくれへんかったからな、ほんま。で、あれ、師匠やん。え、師匠も遊ぶの？てか、寝転がったまま遊ぶで横着すぎるやろ、このおっさん。で、ん？あれ、ちょっと待って。いや、ちゃうねん。昆虫爪に引っかかって、いや、だから引っかかっとるから。いや、あのね、ちょっと待っていただけるかなーって言うとるんやけど。いやー、よう遊んだわ。今日はもうお腹いっぱいやわ。てか、毎日これぐらい遊んでくれたらええのにな。どっこいしょっと。まあ今日はぎょうさん遊んでくれたからな。たまには一緒にゴロゴロしてあげてもよろしいで。まあ今日だけ特別やで。あー、暇や。夏休みめちゃめちゃ暇や。あかん。これあと数時間したらキノコ生えてくるやつやわ。ちょっと、今日も遊んでよ。ほら、昨日の昆虫のやつで噛めへんからさ。よし。ほな、今日はどこで遊んでもらおうかな。昨日はそこで遊んだし。よいしょっと。いや、この吊り橋で遊ぶのもよろしいな。てか、この昆虫昨日も遊んだけど他にないの？なんかあるやろ、絶対。まあ、ええか、別に。どれで遊んでもそんな変わらんか。てか、また爪引っかかって取れへんようになってもうたやんか。って、あれ？また師匠のとこ行ってもうた昆虫さん。てか、なんか地味な遊び方しとるな、師匠は。お、この布団の上もええぞ。なんかゴロゴロしながら遊べるし、なんかふわふわしててちょっと気持ちええし。よし、捕まえたぞ。てか楽しいな、夏休みって。って、ケツかゆ。って、あ、昆虫どっか行った。あ、昆虫って、あいたー。うん、いや。別に落ちたわけちゃうし。わざとやし。あかん。これちょっとええとこ見せとかんと、どんくさすぎる猫や思われてまうぞ。で、あれ。また爪引っかかって取れへんくなってもうた。ねこれ。もう、それめっちゃ爪引っかかんねんけど。てか、ちゃんと猫の爪切ってあげてよ。夏休みやからって爪までほっときすぎちゃうか。まあ、ただ爪切ろうとしたら大暴れするけどな。で、あ、また昆虫どっか行きはった。ほんまもう昆虫って、あれ？いや、なんかさっきからものすごい視線を感じる思ったけど、師匠めっちゃ寝ろってはりますやん。え？いや、怖い怖い怖い。てか、どうせ遊ばへんのに、なんで僕が遊んどる時だけ寝ろってきよんねん、こいつ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら、僕めっちゃ嬉しいけどな。